ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は山梨県南アルプス市日蓮宗法源寺横山瑞宝さんをゲストにお迎えした2020年4月のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。テンプルモーニングラジオ、今週は山梨県南アルプス市にある日蓮宗の法源寺さん、横山瑞宝さんをゲストにお送りしております。今日が最終日となりますが、まあちょっと思う存分話したいかなと思いますね。瑞宝さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いろんな話を聞かせていただいたんですけど、そうですね、最後はもう、まあ特にテーマということはないんですが、まあ今大事だな、もう今の横山瑞宝の声が聞きたいっていう、まあそんなちょっとリクエストでやっていきたいかなと思います。はい、うん、でそうですね、きっとまあいろんな人が不安だとかなんだとか感じているように、瑞宝さんもまあ今特にこのアンダーコロナで、お寺も変わるし、まあ当然関わる人の生活も変わったりするっていう中で、いろんなことを感じたり考えたりしていると思うんですけど、最近なんか特にこれ大事だなと思ってるみたいなことってあったりします？はい、そうですね、ここのところもずっと思ってて、さらにここ最近で強く思うようになったのは、やっぱりこう日常生活をこう整えるっていうか、日常生活をこうしっかりこう自分で手で触ってる感じというか、しっかりこう地に足がついて送ることがすごく大事だなってことを、特にこう、まあ、非常時になって改めてすごく思います。昨日お話したあの創意でできるものの話の時もにもすごく感じて、まあ、私にとってはもう非常事態だったので、すごく感じて、その時にたまたまお正月だったんでお経参りがあったんですけども、でその時まあ忙しくて気分も落ち込んでたんですけども、お経周りに回るので出てきてくれる檀家さんって大体おじいちゃんおばあちゃんが多くて、で回れば毎年同じように迎えてくれて、毎年同じように、まあ、話をして、送り出してくれてっていうことがずっと続いて、まあ、そんなネット上のざわざわした話とか誰も知らなかったので、いつも通りの毎年の日常のお経周りで、なんかそれがにすごく救われたことがあって、その騒ぎの時に。だからこう、そういう非常時にこう自分を、こう、なんていうんですかね、ブレちゃって、変なとこ行っちゃってる自分を戻してくれる、この、まあ、習慣というか日常が、こう、しっかり流れているっていうことに触れることがすごく大事だなと思って、ここ、今も私も結構、まあ、ネットでいろんな噂話だとか変な記事も読んじゃったりだとかするんですけども、まあ、そういう中で自分の身の回りだとかの生活だとか、まあ、家にいることも増えたので、まあ、ちょっとご飯を手をかけて作ってみるとか、まあ、お寺のちょっと片付けもこの間したんですけども、そういったことをして、まあ、見るのがすごく大事だなと思うとともに、そうですね、これは普段からやっとかないと本当はダメだなってことを
を改めて感じたりしています、はい、なるほど。世界の横山がお参りに来たのに全然対応が変わらなかったわけですね。そうですね、あの普通の対応でした。まあ兵士の対応関係ないですからね。ええ、はい、そうですね。まあ逆にそうですね、今はみんながこう特に情報にさらされるとそわそわしちゃって、うん、全員がこう非常時にこう巻き込まれていくような感じありますけど、まあ、もちろんその今どういう状況かっていう情報を一つ一つ取っていくことは大事なんだと思うんですけど、情報を取りながら結局自分で考えて自分で行動するっていうことを地に足つけてやっていかないと結構持ってかれやすいなところに立ってるなっていうのは、まあ、僕も感じますね。そうですね、本当にあのやっぱ自分でちゃんとこう吟味したりだとかそういうこともしなきゃいけないし、それがまあこういう状態だからみんなすごくできにくくなっているし、まあ、自分もそうだしということで、こうそういう中で、そういう自分をこう当ててこう正気に戻してくれるようなものをこう身の回りに置いとくことは大事だなというふうに思います。なかなかこう今松本さんが言った通り、人もあのみんなが非常時らしいので、まあ、そういう中で何でしょう、まあ、生活の中のこうやらなきゃいけないこととかっていう中にそういうものがこう溶け込んでるというか、そういうふうに普段からしていかなきゃいけないのかなっていうことを感じてますかね。これから世界がどういうふうになっていっちゃうんだろうっていうことがものすごい、自分の不安につながるということは、それだけその世界に自分の生活とか、うん、あの人生とかを依存しちゃってる、委ねちゃってる、アウトソースしちゃってるっていうところが大きいのかなって思うんですよね。うん、はい、まあ、そんな中で瑞鳳さんは、その、まあ、生きている感覚というんですかね、取り戻す日常のあれこれ体で触ったり感じたりすることが大事、はいはい、だと思って、なんかいろいろされてるってちょっと伺ったんですけど、はいはい、どんなことされてるんですか。この間あの初めてあの味噌をあの仕込んでみました。あの大豆からあの水に一晩さらしてあの茹でて、ね、まあ、麹を入れて塩を入れてっていうので、初めて、まあ、生まれて初めてやってみて、お、あのなんとか、はい、今まで お店でしか買ったとかもらったしかなかったんですけども、まあ手間もかかるし、まあ、子供と一緒にやったんですけど、子供なんか麹が臭いって大騒ぎしてました。うん、でもそういう中でやって、うん、なんかあのしかも作ったけどすぐ食べれないっていうまだそれを、多分冬まで、ね、年末ぐらいまで寝かさないとあの味噌にならないっていう、そういうこう長い時間軸でもって物を作ったっていうこともすごくいい経験でしたし、実際にこう時間がかかるっていう実感もしたし、こうあの麹の臭さっていうのも初めて実感しましたし、そういうことをこうすっ飛ばしていつも手元に来てたんだなっていうことを改めて考えて、で、なんですか、もう終始ふわっとした話になっちゃうんですけど、まあこういうのをこう実際に触れて匂いが臭いとかっていうのと、しっかりこう噛み締めてやっていくっていうことが、あえて手間をかけるとかっていうことも、まあ、全部もそうはできないと思いますけど、現代に生きていくと、どっかこう自分の合うポイントでそういうことを
定期的にやっていけたらいいのかなっていうふうに最近すごく思うようになりました。いいですね。味噌って、まあ、調味料で発酵食品でもあり、味噌汁なんて、ね、あの生活というのかな、その食事、日本の食事の基礎ですよね。まあ、そうですね。ね、はい、一番簡単にやろうと思ったら、お湯に味噌を溶けばいいわけで。うん、それさえ、それとご飯さえあれば、まずはこう食事になるっていう、うん、一番基本的なもので、はい、そういうものを自分の手で作る。作った経験を持つって、あの、まあ、全部が全部、じゃあ、すべて自給自足で しようっていうのはまた、こう、非現実的だったりもしますけど、うん。最低限のものに、自分でできる、自分でできた経験を持つっていうのは、すごい、こう、安心感につながるような気がしますね。そうですね。こう、さっき、あの松本さんが言ってた、こう 外側にコントロールされすぎてるっていう話とも少し、まあ、つながるのかな。それに対するというか、そういう中で、まあ、味噌作ったから何なんだって言われればそれまでなんですけども、うん、でもこう体験としてやった中でこうやっぱり実感としてこう手をかけたというか、そういった何かあれば自分で作れるぞっていうのも何かこう自信になるというか、そうですね、人間の営み的な、こうなんか昔の人もやってたんだなみたいな、そういうものをこうすごくストーリー的に自分の中にこう感じることもあったりして、なんかことのほか自分の中で満足度が高かったのがあった後に、うまくちょっと言葉にできれてないかもしれないんですけども、はい、そうですね、完成が楽しみですね。うん、そうなんです。完成が楽しみで、あの忘れないようにちゃんとカレンダーに予定を入れました、大体。ほら、でも今カレンダーってね、おっしゃいましたけど、そうやって時間をかけて、発酵なら発酵させて、それを待つっていう、で、待って、楽しみな予定がそこにあるっていうのも、きっとすごく、うん、心の平安につながるんじゃないかな、思いますよね。うん、そうですね。都市的生活ってどうしても、あの冬は暖房入ってるし、夏は冷房入ってるし、年がら年中、要はオフィスビルとかは変わんないわけですよ、多少の変化で、はい、うん、あんまりその、うん、ずっと同じ環境を保って、変化がないようにするっていう。でも、どうだろう。それって、まあ一見快適なようなんだけど、だし、まあもちろん、あの、冬暖房なし、夏冷房なしだともう暑くて寒くていられなかったりするわけですけど、でももうちょっと何か、その、自然の要素っていうんですかね、その、季節の巡りが感じられるような、きっかけを日常生活に、これはもう都市に生きる人は意識的に入れていかないと本当触れなかったりするんで、そこは何かこの僕はウェルビーイングを、保つというところでも結構重要な要素なんじゃないかなと思うんですけど。はい、そうですね。でも それを言うとやっぱりまさにテンプルモーニングはいいなというふうに僕も話を聞きながら思って、結構参加者の方で、感想を持ってくれる常連の方は、お寺の掃除を通じて、あの季節の移り変わりを感じることができるって言ってくれる方もいて、うん、まあ、夏はあの草取りがメインで、秋は落ち葉で、まあ、冬も落ち葉なんですけど、まあ、今の時期は桜の花びらが今も外眺めると風で散ってるんですけど、石に
配りついた桜の花びらを根気よく撮ってみたりとか、うん、まあ当然気温寒暖の差とかで、季節の移り変わりも感じるし、僕が一番好きなのは同じ時間に朝のお勤めをやるので、あの日の入り方が本堂に入ってくる日の入り方が結構違って、まあ、場所にもよると思うんですけど、うちのお寺は1月末ぐらいがお勤めをやってて、ちょうどこう一緒に一日で南国の方に行くんですけど、お題目をやる頃に1月終わりがちょうど本堂に光が差し込んでくるんで、まあ、目的ベストシーズンは1月終わりなんですけど、まあ、そういうこうそういう中で自分のに合うとか自分が好きな季節だとかタイミングというのを感じられると、なんかすごく一つまた楽しみであるのかなというふうにも思います。はい、そうですね、お寺とか、まあ、神社もそうだと思いますけど、そういう、仏様神様の場所であったり、行事とつながるっていうのは季節の変化を取り入れていくためにもすごい大事な、まあ、日本人の知恵だったのかななんていうことも思いますよね。僕もお坊さんやっててよかったなって思うのは、はい、やってなかったら結構その簡単にオフィスの中だけで、完結した世界で終わっちゃってそうだったんですけど、そういうのをこう感じられるっていうのがすごく、まあ、やってて嬉しいことですね。そうですね、本当にっていうか、まあ、大体お寺や、まあ、神社もそうですけど、まあ、木が終わったりあのいろんな植物があったり、結構あの季節も感じられる、要素が多いので、まあ、僕も本当にこう気づけばそういうことにまあ、時にはこうアクセクしながら、時にはそれを味わいながら過ごしてるなというのを改めて感じます。うん、いや、まあ、このラジオもこれを聞いている方が、まあ、どこにいらっしゃってもその季節をね少しでも感じられるような、まあ、そんなきっかけになれば嬉しいなと思っています。はい、では今週は初めてのこのテンプルモーニングラジオだったわけですが、記念すべき最初のゲスト横山瑞鳳さんとともにお送りをいたしました。瑞鳳さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。どうも、はい、さよなら。さよなら。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。